ベネラ9号はソビエト連邦の無人金星探査機である。オービターとランダーから構成される。1975年6月8日2時38分に打ち上げられ、重さは4 9 3 6ラムであった。オービターは金星の軌道に達した初めての探査機となり、ランダーは別の惑星の画像を初めて地球に送信した。オービターは 二つの太陽電池の翼と氷特パラボラアンテナを持つ円筒形の構造である。円筒の底には推進システムを収めるベル型のユニット、上部にはランダーを収める2.4メートルの球体が接続された。オービターは1975年10月20日に金星の軌道に入った。そのミッションはランダーからの通信を中継することと大気や雲の層を 科学機器で探索することであった。1975年、ベネラ9号による金星表面の画像1975年10月20日、ランダーはオービターから分離し、10月22日5時13分に着陸した。着陸地点は、ベータ地域近くの北緯31.01度統計291.64度から半径 150km の範囲で、 巨歴に覆われた20度の坂だった。金星の大気圏に突入した球体は1 5 6 0ラムの重さで、ペイロードは6 6 0ラムであった。ランダーは別の惑星の表面の画像を初めて地球に送信した探査機となった。ソビエト連邦の宇宙計画は、おそらくは金星の濃い大気のおかげで、金星への着陸は、 火星への着陸よりも手順が少なかったことから火星のランダーよりも金星のランダーで大きな成功を収めることとなった。熱負荷を分散させるためには液体の循環が用いられた。このシステムと突入前の事前冷却によりランダーはオービターとの通信が回復した着陸53分後からの運用が可能となった。降下中、熱の算出と減速は 半球状の殻と三つのパラシュート、円盤型のブレーキ、ドーナツ型の圧縮金属着陸クッションで連続的に行われた。着陸地点はベネラ10号の着陸地点から約 2200km 離れていた。ベネラ9号は厚さ30から 40km、底の高さ30から 35km の雲の測定を行い、また塩酸、復活水素酸、臭素、 要素等を含む大気の蘇生の測定を行った。その他の測定事項には、約9音波の表面気圧、摂氏485度の温度、地球の注意度の曇った夏の日に相当する表面の光レベル等がある。ベネラ9号は、金星表面の白黒テレビ映像を送信し、影があり、空気にはゴミがなく、30から40センチメートルの侵食のない、 様々な岩が存在することが示された。計画された360度のパノラマ画像は、2つのカメラのうち1つのレンズカバーが外れずに撮影できず、180度分しか撮影されなかった。この失敗は、ベネラ1 0号でも再発した。RUSSIANSPACEWEB.com HAT SOLAR SYSTEM EXPLORATION MULTIMEDIA GALLERY ベネラ9 NASA ウェブサイト、アクセスト・オーガスト7-2009インタープラネタリー・スプスクラフト、ハット・ミッチェル、ダンビー、ファースト・ピクチャーズ・オブ・ザ・サーフェイス・オブ・ビーナス。2010年8月7日閲覧。ありがとうございます。